皆さんこんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。本日はライブ配信ダイジェスト、もう5回目になりました。私はですね、毎週木曜日にライブ配信を頑張ってやってまして、参加する皆さんがですね、こう撮影の質問とか、あと星空のこととか、まあ、ちょっとしたカメラ雑談とかね、そういう情報共有をするために、まあ、疑問を解消できるようにですね、毎週、木曜日にライブ配信を開いています。今日のライブ配信ダイジェストは、そんな中からですね、とある視聴者さんが、これはちょっと鋭い質問だなっていうのを切り出してですね、編集してくれてるんですよ、字幕をつけて。それを集めて皆さんに一挙公開しようという動画でございます。はい、それでは、今日も行ってみましょう。どうぞ。ニコンのカメラのオートホーリーグレールは QDSLR ダッシュボードと、またそれ以上なんですが、いきなりの質問でございます。あ、いいですよいいですよ、それ以上ですね。あの QDSLR ダッシュボードは基本的に LR タイムラプスとか、ああいうタイムラプス関係のソフトウェアありきです。例えば昼間から星空から昼間っていう、そののを滑らかに表現するのをホーリーグレールと言います。で、その露出を変えていく、そのオートホーリーグレールの最中に明るさが変わっていく中で露出を変えていく作業を露出ランピングって言います。で、私ニコンのことをオートホーリーグレールっていうのはもう完全にやってくれるからなんですね。で、 QDSLR ダッシュボードは、それのみではやっぱりオートホーリーグレールにはならなくて、まあオートホーリーグレールっていう書いてますけどあのちょっと今は区別して説明しますね。あの露出ランピングをしてくれます。だからカクン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 っていう明るさのが暗くなったり明るくなったりっていうのを繰り返していきます。露出ランピングなん でそれをソフトウェアに取り込んで、露出平滑化をかけるとオートホーリーグレールが実現できるっていう感じなんですよね。だから全く別物と考えていただいて大丈夫です。ただまあニコンに限らずですけど、最近のカメラはその星まで行かなければ、完全にオートホーリーグレールできたりとかっていう場合もあるんで、夜景までとか、東京で撮ってました。で、夕方から、レインボーブリッジがこう夜景がボーンと灯るまで行きたいですみたいな感じだと、ニコンじゃなくてもできるんですよ。そこも星まで行く、その明るさが極端に変わるっていう状況だと、結構できる機種、できない機種が出てきます。で、一番難しいのはね、反対ですね。夜スタート、星空スタートの朝焼けが、やっぱりできる機種はめちゃめちゃ限られます。はい。で、できてもちょっとフリッカー出たり。で、フリッカー出るっても、それは、その、タイムラプス専用のソフトを使えば、LR タイムラプスとか、あと、TLDF とか、そういうのを使えば、できます、ちゃんと。露出生活化できるぐらいのところまで来てます、今のカメラがね。うん。ただやっぱりちょっとフリッカー出るんで、そのまんまオートで入って手放しでできるっていうのは、基本的にはまあニコンだけっていう感じなんですけどね。できるできないだったらね、結構もうできる機種は出てきてるんですけど、精度の問題でね、なんかニコンってほんとすげえなと思いますけど、ね、っていう感じなんですよ。あ、で、話を戻すと、QDSLダッシュボードとやることは全く違います。ニコンはカメラの中でその QDSLR ダッシュボードをやってくれる露出ランピングと、LR タイムラプスの露出平滑化を同時にカメラの中でやってくれてるような感じだと思ってください。で、QDSLR ダッシュボードは、露出ランピングだけです。だからソフトウェアが必要ですね。という感じです。吉畑さん、こんばんは。ノイズが少ない高感度機種と F 値の明るいレンズ、どっちがいいですか？え？普通の撮影では本当広角レンズですかね？疑問に思いました。はぁ、F 値の明るいレンズですかね。まあもちろん程度にもよりますけど、例えばマイクロフォーサーズでお話ししましょうか。私マイクロフォーサーズのカメラ好きですけど、どうしてもその高感度っていう風になるとセンサーサイズがデメリットになって、どうしてもやっぱり、見劣りしちゃうのは当然としてありますよね。ただまあ6400きついけど感度4000とか3200なら使えるなっていう感じなんですよ。で、そこで
F2.8 よりも明るい F1.8 とか F2 とかのレンズを使えば、そこは感度6400相当の実力を出せるわけですよね。あ、適正露出が出せるわけですよ。で、自分はフルサイズのカメラに変なレンズつけて、なんだこれみたいな撮影結構やったことがあったんですよ。で、マイクロフォーサーズカメラに明るいレンズつけたら、こっちの方がいいじゃんみたいな経験ももちろんしたんですよね。まあ自分はまあレンズの方が大事かなっていうふうには考えてます。ただまあその交換の性能がね、もうそれ以下だともう論外になります。はい、一段明るいだけじゃその適正露出なんないようだったら、まあ交換の性能のいいカメラにした方がいいと思いますけど、ただ交換の性能のいいカメラって今ってそんなになくないですか。自分が使った中で飛び抜けていいのは GFX100、 GFX の100のシリーズと、50じゃないよ、100、100S と、あと S5 ですよ、パナの S5、 これ2強です。2強あとは中古の EOS6D ですね。そこの2つに関しては、まあ、実は3機種か、 GFX100、 GFX100S、 S5、 この3機種に関しては交換の精度めちゃめちゃ一つ飛び抜けていいと思いますけど、じゃあ他のやつダメなんですかっていうと、そうじゃないです。どれももう基準値以上になってるので、むしろ高感度性能に特化したカメラ探す方が今って難しいんじゃないですかね。センサーサイズがフルサイズであれば基本的にはもう問題なく使えるカメラしかない気がします。で、あとはもうメーカーの好き嫌いもあるじゃないですか。リンカさん、今年初めてアンタレス付近のカラフルタウン狙ったんですけど撮れません。改造カメラやないと無理なんですかね。あー、それね、結構聞かれること多いんですけど、自分の経験ですよ。あの領域はね、まあ、とにかく日本から撮るのに低いんですよ。だからまずね、南の光害が一番重要。とにかく南が暗いところに行ってください。とにかく暗いところ、南が海がベストです。南が海がダメであれば、大きい街明かり、まあ、から20キロ30キロ離れた、山間部から撮ってください。はい、であれば映るはず、うん、で、あとはコンポジット枚数ですね。やっぱね、あれね、最低でも50枚はコンポジット欲しいな、これいいかな、40枚から50枚ぐらいですね。そのノーマルキーだとやっぱり SNF 上げないと色が出てこないですかね。淡いよね、あそこね、淡い、すごい淡い、ね、とても難しい領域だと思います。ちょっとでも光がかぶっているとあの辺の暗黒帯とかカラフルタウンのあの星雲、赤い星雲とか黄色とか青とか、ああいうのは全然出ないですね。特にね、黄色青が出ないんですよ、出ないですよ。で、光害カットフィルター使わないでくださいね。めちゃめちゃ相性悪いから、最悪なぐらい相性悪いから、光害基本ノーフィルターで本当に南の暗いところで撮ってください。はい、南が海がベースだから、私はカラフルタウン撮りたいなと思ったら伊豆行くことが多いですね。南が海なので、基本的に南が、向こう外、光害のないところで撮るのがベストというのが経験、体験です。一眼レフで 300mm のレンズではポラリエ拡張済みではアンドロメダの撮影が厳しいですか。300の F4 ぐらいの大きさだったら大丈夫です。3ニッパはきついです。もうポラリエじゃ厳しいですね。ポラリエでその赤道儀貸して使う場合なんですけど、みんなそのカメラの重さばかり気にしますけど、長さの方が影響します。重くて長いのは最悪です。長いと振られるし、このバランスきっちりとってもやっぱりこの強度の問題っていうのは出てきちゃうんですよね。だから重くても長くないやつは結構ポラリエはいけます、振られないから。でも長いと振られるんですよ。3ニッパーはね、ちょうどそこなんですよね。 300F4 とか70-200 の F4 とかだったら大丈夫です。で、アンドロメダはいけますよ、大丈夫ですが、露出時間にもよるかな、うん、1分以内で抑えるのをおすすめしますかね。それ以上はオートガイダーやった方がいいですけど、ポラリエ U だったらオートガイダー一軸使えるんで、一軸オートガイダーも結構ね効果ありますから、それやっとけば2分3分露出しても問題ないと思います。へい。
ですね。いかがでしたでしょうか。結構こんなことを自分も答えたんだなっていうのが毎回見て思うんですけども、いろんな質問いただいていつもありがとうございます。私のライブ配信は毎週木曜日8時からですね、20時から基本的にやってます。で、まあ私の仕事の都合次第でこう前後したりとかね、違う日になったりとかするんですけども、必ず週1回はですねやるように頑張ってますので、皆さんもご参加いただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。